いらっしゃいませ。お待ちしてましたよ。ありがとうございます。今日の2人のファッションチェックからいきます。はい、今シーズントレンドです、はい、ニットビスケと、はい、レイコさんはちょっとまたヘプラム調になってる、ウールコン素材のヘプラムデザインになったビスチェになります。かなりデザイン性の効いたアイテムで、この胸元のね、このフリルが斜めにアシンメトリーに、かわいいのにこの流れるようにデザインされてまして、こちらもしっかりとギャザーが入っているので、すごくホールド感もあります。合わせてるシャツは、れいこさんが考えてこうでしたんですか？そうです。さすが。そう、ゆりなが着てるこのトップスを中に合わせてもかわいいんだけど、確かにこれもかわいいんですよね、あえてちょっと透け感のあるフロッキーのトップスと合わせてコーディネートしました。タンクトップの素材もついてるんですよ。え、なにこれかわいい。タンクトップとロングスリーブのもののレイヤードデザインになったアイテムがこれセットで発売されるんです。すごい。それは私はあえて長袖のトップスをこっち側にして着用してんだよね。なんで背中の抜け感を私は際立たせたコーディネートにしてます。ブルーが私はすごいおすすめなカラーリングで、グレーのトップスとかブラックのものと相性がいいですし、この大人っぽい洒落たイメージにあえてアイラインのスカートと合わせてます。フリンジの箱になっていて、すごく華やかなスカートになってます。トップスとかピタッとしてるので、ボトムで華やかさを加えたコーディネートにしています。こちらのパンツはですね、ハイウエストのデザインになっておりまして、この両サイドに深めのタックがあるのがポイントなんです。ベルトもね、ついてるのでキュッと引き締めてね、着ることもできるし、こんな感じでアウトして着ていただいてもそこまでワイドすぎないので形も切れておすすめです。じゃあビスチェ姉妹に質問です、はい、リアルバイ教えてください。ジャケットとミニのセットが欲しいんです。ボンディングの素材で作ってるちょっとビッグサイズのジャケットコートとミニスカートがセットでも着れるようなデザインになってます。タックをこちらに入れていて、足がすっごい綺麗に見えるデザインになってるので、いつもロングブーツで合わせると思うんですけど、はい、あえてストッキングで合わせてほしいなと思って、今回このコーディネートしたいなと思ってるんです。リップデザインのものってすごく流行っていて、プレイではこのニット素材にこういったアレンジの効いたアイテムをお出ししたんですけど、サイズ感がすごくコンパクトで、なんかタイツのシルエットなのに、なんかあえてこういうちょっとジップで遊びを効かせてるのがモードなんですけど、女っぽく着れるのがすごくいいなと思って、これも欲しいなと思ってます。このワンピースすごいジャガー通りでラメシを入れているワンピースなんですけど、透け感もありながら上品な印象を加えてくれるようなワンピース1枚持っていくとすごく便利なので、これは欲しいなって思ってます。あとこのスカートも欲しいですよ。あ、このスカートのもう一個可愛いのがあるんですよ。え、あれですか？え、わかります？あれ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 、そうそうそう、これこれ、あれのハンドメイドで透けているデザインになってて、このスカートと同じ形なんですよ。で、素材はこちらはフリンジなんですけど、はい、こっちはパールを施していて、なんかパールって綺麗になりすぎると思うんですけど、フレアイディらしくモードに落とし込んだ絶妙な華やかさと抜け感と、なんか全てが兼ね備えてるこちらのスカート、このスカートだったら欲しいなってすごい思います。このショート丈のシャツかわいくって、パン丈のものやっぱり流行ってるんですけど、フレアイディらしく洗練されたデザインにしてるのがすごくポイントで、絶妙な丈感なのもおすすめです。このワンピースめちゃくちゃおすすめで、本当はストラップがついててキャミワンピースとしても着ていただけるようなデザインになってるんです。膨らみを持たせた素材なので、なんか本当に洗練された大人の女性のイメージで着ていただけるので、これは絶対買いなんですよ。じゃあレコさんのリアルバイ教えてください。このカーブとかもすごい可愛くない？これアンサンブルのセットなんだよね。これセットです。この中のかわいいノースリーブのトップスと、ね、かわいいカーデがセットになって、なんと4000円です。おー、重ねて着るのも可愛いんだけど、別々もしくはこれをね、腰に巻いてパンツ合わせ、ラフに着ても可愛い。かわいい。スタッフからもすごい人気高かったアイテムで、たかしさんのファッションチェックいきます。お願いします。お願いします。ニットはすごくこうたっぷり
ぷりとしたシルエットで、一応ミニニットワンピにもなるんですけど、私はあえてパンツをレイヤードしてパンツ合わせで着用しています。バランス取りやすいように前でインすることでちょっとこうスタイルアップも狙えるかなと思います。あとこのパンツがすっごくおすすめで、展示会でも人気だったアイテムなんですけど、カーゴデザインなのにサテンの素材感なので、女性らしく着用できるようなパンツになってます。リアルバイは何ですか？こちらは今回初めてコラボレーションさせていただいたフォックスファイヤーさんというブランドなんですけど、フィッシングベストですごく有名なブランドさんで、機能性が優れているのでゴアテックスのお素材を使用したこちらのダウンをリアルバイしてます。全部あのフレア ID のオリジナルのカラーだったりとか形なので、アウトドアも行けるんですけど、街でも気兼ねなく着ていただけるようなデザインになってます。ちょっとこう高めのハイネックでモード感出しつつも、シルエットがココーンで丸みのある女性らしいシルエットなので、女っぽいワンピースと合わせてもいいかなと思います。2人紹介したい人がいるので連れてきていいですか？はい、お願いします。じゃあちょっとお待ちください。はい、お願いします。どうぞどうぞ。サイチームのお二人、マネージャーの岩下さんとトレーナーの西田さんです。今回初めて出演していただきます。ファッションチェックをしてもよろしいでしょうか？スタッフからもすごく人気のこのカーディガンのセット、4色展開になってます。あとワイドパンツでちょっとツイードのかわいい、はい、本当に合わせてみました。フレアリーでも大変人気のワンピースになっております。今季がこちら2段のリボンになっていて、締め付け感もなく、冬はカーディガンとかで一緒に合わせていただくのがおすすめとなっております。店頭でも本当にワンピースおすすめのものも AW たくさんあるので楽しみにしててください。スタッフ人気が高かったアイテムを教えてください。はい、はい、大人気の、はい、可愛いですよね。待望の黒が発売になったのですごい嬉しくて、はい、丸マカンコートになっております。毛が去年よりも少し軽さが出ておりますので、それも冬すごく嬉しいポイントかなと思います。ボタンも黒で統一されてまして、ステッチも少しこう映える感じで、とてもおしゃれな、はい、カラー展開ですね。そうですね。ちなみに何のカラーが人気でしたか？ブラックですかね。やっぱり初めて出たブラックだそうですよね。こちらもすごくおすすめでして、10月中旬ぐらいの予定からにはなるんですけど、クリスマスシーズンとかでもワンピースでしたりとか、トップスでデニムなどで合わせていただいてもおすすめとなっております。半丈で綺麗めな印象でも着ていただけるのもですし、冬すごくあったかいお素材ですので、フレイらしい綺麗なシルエットになってます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとお二人後ろ向いてください。お揃い、かわいい。そっか、そう、今期の AW2 のバレッタです。お得だよね、3つもついてね。なんかこういうお洋服だけじゃなくて小物がすごい充実してる AW セカンドのコレクションになっております。ファッションチェックいきます。私は1枚のニットワンピなんですけど、肩が見えるデザインですね。冬でも肩出していこうということで意気込み、はい、ちょっと肌が見えるといいですよね。ラメが施されててきらびやかな印象になるんですよね。シンプルなんですけど光に当たるとキラキラします。私はりんちゃんと同様ですね、デコルテ出しの冬のスタイリングに今日はしました。デコルテすごい綺麗に見せてくれるカシュクールのニットになってるのと、あとは秋から引き続きなんですけど、ファーとかボアとかがすごい種類多くありまして、ここのねファーもそうですし、私が履いてるスカートもちょっとフリンジのようになってるファーのスカートになってます。ちなみにマリナさん、今日は何のスクラブ使いましたか？私昨日お風呂入ってる時に、うん、毎回展示会の前日にさ、うん、スクラブするから YouTube で聞かれたりするかなって思ってスクラブの名前読んだんだよね。忘れた。え水色のやつです。はい、リアルバイオを教えてほしいです。サーキャミとカーディガンがセットになったアイテム、こちらはリアルバイです。全部ファーになっていて
て、まあ、一緒に着てもいいですし、なんかシャツとかの下に合わせて異素材でレイヤードしていただくのもとても可愛いかなと思ってるので、色がねピンクとミントと白があって、色物が今季すごい気になるんでピンクかミントかなって思ってるんですけど、何色がいい？ミント。いや、ミントにします。明日着てみようかな、展示会で、ね、展示会で人気だったアイテムを教えてください。このベア、実はワンピースなんですけど、中がベアのトップスとワンピースセットになっていて、背中見せがすっごい抜け感も出るし、女性らしさが漂う1枚で楽ちんワンピなんですけど、すごい着映えするワンピースとかが増えてるので、それはすごい人気でした。あやめさん信者だから、あやめさんがこれって言ってるですね。じゃあマリナさん憧れのあやみさんのちょっと待ってファッションチェックです。モノトーンの中に1点今季のキーカラーを入れてみました。この冬ぐらいからフラットシューズ履きたいなっていうことで、ナイデルからもフラットシューズを出すんですけれども、ブーツじゃなくてフラットシューズで合わせてみました。ご自身で作ったお気に入りのものを教えてください。一押しのジャケットコートです。今季ヘリンボーンもトレンドだなっていうところもあり、このロービングの太めの糸を作ってみたヘリンボーン柄のジャケットコートと、色違いはグレーはちょっとシャギーのまた素材感の違うもので作ってみたりしてるんですが、今この合わせ自体はちょっとレディーライクな女っぽいワンピースに、あえてこのちょっとオーバーサイズのジャケットを合わせてるのがポイントなんですけれども、もう一色が赤で目を引くようなカラーになっていて、こういうのだと逆にカジュアルなもの合わせてあげたりとか、フーディーとかなんかに合わせても可愛いのかなっていう感じで、ミニのコーデしてオーバーなジャケットを合わせるのも可愛いかなって思います。こちらはハイクオリティアイテムというものになってまして、今こちらカシミヤ 30% をかなり高効率で配合したコートになっています。ハンドステッチでこういったステッチも入れてたりとか、素材をすごくこだわって質の高いものを使っているんですけど、形は割とシンプルにベーシックなものにはなっているので、これから何年先も何十年先も着ていただけるようなアイテムとして作っております。そういった長く着ていただくっていうこともサステナブルの一環かなというので、こういったアイテムを作ってみました。カシミヤ 30% 今までスナイデルでやったこともない感じのかなり良質なお素材なので、お値段もそれらにするんですけれども、長い間着ていただくっていうところで逆にリーズナブルなんじゃないかなっていう感じになってます。こんにちは。こんにちは、うさみさんです。うさみです。めっちゃ可愛いんです。見てください、このひよこかなっていう、ひよこかな、はい、本当にこのフェザーニット、すごいしっとりして可愛いんですよ。これあのスカートとカーディガンとシリーズで出してるんですけど、今季スタイリングがフェザーをニットで表現してるんですけど、こんなデザイン他にはないなと思って、私の一番の推しアイテムでございます。ラベンダーとイエローだと結構こう可愛らしい雰囲気なんですけど、一気にブラックだとすごくシックになるので、ちょっとタイトめのスカートに合わせても可愛いですし、私はこのスカートをリアバイしようと思ってるんですけど、歩いた時にフェザーが動く感じがすごい可愛いです。なんか今の感じにも合ってますね。このベスチョはすごい人気で、私これもリアバイしようと思っているんですけど、展示会オーダーでもかなり人気なんですけど、私はリボンを前にして着てるんですが、こっち側を前にして着ることはもちろん、両サイドに紐がついてるんですが、こんな感じでベルトのように使ってもすごく可愛いので、結構いかようにも使える。あなたがスタイリストになれるブランドスタイリング。ちなみにもう一個いいですか？これディズニーコラボなんです。すごいキラキラで可愛くないですか？可愛い。このクラシカルなミッキーがポイントになってるんですけど、リバーシブルなんですよ。可愛い。こっちにするとスタイリングのロゴもついていて、ちょっと大人が持つにもサイズ感がちっちゃくて、すごく持ちやすい、はい、アクセントの効いた小物になってます。このレインボーが一番人気なんですけど、お友達同士で色違いで持ったりしても可愛いので、これもすごいおすすめ。お久しぶりです。お疲れ様です。シアーブルゾンです。ちょっともう先取りして着ちゃいました。メンズも着れちゃうんですよ。しかもゼロサイズなんで、ちっちゃい方のサイズなんですよ。1サイズこれよりもうちょっとゆとり出るので、ダボっと緩く着たい方おすすめです。他におすすめありますか？S バイシリーズの秋冬がローンチしたので、キルトブルゾンとか私すごいおすすめです。ちょっとやりたいコーデがあるんで、はい、着替えてきていいですか？いいんですか？
着替えました。S by S シリーズのファディングショートブルゾンと、はい、あとキルトのブルゾンがあるんですけど、袖がファスナーになっていて取り外しできるので、インナーのベストとして着用してます。レイアウトしてきた時にスリットがこう裾から出るような設計になっているので、スタイリングならではの提案かなと思って。しかもこれですね、光吸収発熱とウォッシャブルの機能付きになります。 100g 程度なので、レイアウトしてちょうどいい暖かさぐらいの感じです。1枚でももちろん暖かいんですけど、このドルマンスリーブで肩を選ばないっていうのも男性のお客様にも着用していただけるのかなと思います。ぜひ着用してみてください。お疲れ様です。お疲れ様です。今回の展示会で初めて出すスタイリングでは定番のこのボディースーツの今回袖付きバージョンが出まして、不白にするカットソーなんですけど、ニットとかでは今までもやってたんですけど、今回こういうカットソー素材なのでパッド付きというおすすめアイテムが登場したので、そちらを着させていただいてます。パンツが今回新作で出てるミリタリーのパンツなんですけど、ここにベルトが付いているんですが、ベルトを通すと形を変えて履けるようなパンツになってます。冬だとショートブーツとかと合わせるときだと、ちょっと足首出したいときなんかはこうやって変化をつけていくこともできます。展示会で人気のアイテムってありますか？はい、このロングのコートなんですけど、裏もまあ1枚仕立てなのですっごい軽いので、今回すごい人気のコートとなっております。こんなロング丈でこの軽さってなかなかないかなと思うので、ワントーンでまとめて着るのとかもすごいおすすめかなと思います。先生お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。秋冬の2回目なんですけど、スタイリングのテーマがのんきなエレガントっていうテーマをつけました。これやらなきゃあれやらなきゃっていうことが多いのかなと思って、のんきに構えてみたらいいかしらっていうことがちょっとすごく思っていて、そういうのをテーマにしたエレガントっていうので作ってみました。先生のファッションチェックお願いします。はい、トレンドでもあるその肌見せをどこにしようかなと思ったところ、冬なので首周りを開いてるものを結構使ってるんだけど、これは肩が開いているニット。ここって意外と誰でも出せるんですよ。確かに。そう、ここが出てるだけで多分ちょっと細見えすると思うので、本当ですね。だけどちょっと肌が見えてると今っぽいというか、ちょっと厚い生地で肩出しのニットをジャガード風に作ってみました。のんびりクラシックなので、あの黒いパンツでもかっこいいんですけど、ちょっとゆるっとした感じで今日は皆様を迎えています。先生リアルバイするものどれですか？私はこっちこっちこっちこのスーツなんですけど、メロアなので、あ、そうトレンドベロアね、そのベロアをちょっとゆったりとしたスーツにしたいなと思ったので、ボタンがついてないもうノーカラーのジャケットで下にベストをつけました。でこれもセットでこういう風になってるんだけど、重ね着をしてる感じにも着れます。ジャケットだけだとさっぱりしちゃうので、そもそもレイヤードっていう感じで、パンツも1本持ってるとベロアすごい流行るので、春にも流行ってくると思うので、ベロアはおすすめの素材でございます。で中に透けてキラキラを着るのが、これがおすすめのコーディネートです。ひよこさんです。こんにちは。こんにちは。今回 S by S シリーズといってスタイリングの中にある機能性に特化したシリーズになるんですけど、今年の夏に初めてローンチして第2弾の冬のバージョンになっております。ロングコートを着用しております。ひよこさん身長いくつでしたっけ？私165センチです。長さがちょうどいいですね。ただスタイリング の普段のコートに比べるとちょっと短めには、そうなんですね、作ってはいますが、多分ね細身で作っているのでちょっとすっきり縦長効果もあるのかなっていう感じです、はい、このボディもすごいこうご好評をいただいてまして、これもストールになるんですけど、すごくこうアイキャッチーで華やかないろんな着方ができるストールになっています。機能素材のものって結構アウトドアブランドでたくさん出てると思うんですけども、やっぱりそれをもうちょっとこうファッショナブルに着たいなっていうところから発想を得まして、いかにもスポーティーでっていうよりもファッショナブルに着ていただけるっていうのをコンセプトに作らせていただきました。リアルバイを教えてください。リアルバイはですね、はい、ロングコートはまず必ず買おうかなっていうふうに思っています。白とピンクで悩んでいます、はい、これとあとお揃いで今この着用しているストール、別売りなんですけど、こういう風にケープみたいにして着ていただくこともできますし、すごく軽くていろんな使い方ができるので1個あるととっても便利かなってアイテムになっているので、まずストール薄くて軽くて暖かいんですね。なのでこの素材同士のものでこうレイヤードできるっていうのがすごく特徴的でして、これもベストになるんですけど、これをベストにしてインナーダウンにして重ねて着るっていうこともできるので、これとこれとストールかなっていうところです。いいですね。はい。
声が治った森田さんでじゃあミースのファッションチェックしてきます。はい、今日はですねこの一押しのニットのセットアップを合わせて森田的な大人モテ女子というか、はい、ちょっとこう冬に着たい女性らしいコンフォートモードを表現してみました。今回は展示会で人気だったアイテム教えてください。このニットシリーズとてもとても人気で、ちょっと毛足感がこの冬らしいラクーンコンの短丈のニットカーデとフルオーバーですね。普通のニットって結構平面的なものが多いと思うんですけれども、お袖にこうタックが入ることによって着るとこうちょっと立体感構築感が出るので、シンプルなニットフルオーバーとはまた一角違うニースロエらしいこうシンプルをデザインしたアイテムになってます。中の裏面がリサイクルポリエステルを使っているので肌触りもさらっと心地いいですし、サステナブルなニースロエらしい一着になってます。今回のリアルバイってありますか？こちらです。ベロワのアシンメトリーのドレープトップスですね。絶妙なグレーが私は一目惚れしてこれを買おうと思ってるんですけれども、若干ちょっとこう透け感があるのでベアトップがセットになっていて、なんかこういうベロワの素材感、今季のミースロエはウィンターチャームといって冬ならではの素材っていうものを中心とした見るだけで高揚感が得られるようなラインナップなんですけれども、シンプルなトップスもベロワの素材を使用して着るだけで絶妙なドレープ溜まり具合を表現できるミースロエらしい一着ですね。来られた方 100% つけてるんじゃないっていうぐらいみんなこれをつけて帰ってるので、今からちょっともう増産を決定しまして、頑張って皆さんに届くようにとやっている最中でございます。今私が着てるアイテムこちらなんですけれども、結構黒とキャメルでも印象変わるかなと思うんですけれども、このニットとスヌードがセットになったニットプルオーバーですね。こういう肉厚のアイテムでリブが太いものが多くて結構ほっこりしがちなものが多いんですけれども、やっぱりそこはちょっとシャープに大人っぽく見せたかったので、ミースロイ独自でこのリブ編みを開発しまして、着膨れせずにでも体の肉感を拾わない絶妙なリブ目を作ったスヌードとのセットになります。で同じ糸を使ったニットスカートでこういった感じでちょっとワンピースっぽく、まあ、黒はこういったキラッとしたモードで、ブラウンでしたら冬らしい女性らしい印象で華やかにも着ていただけるかなっていう、これも森田一押しの一つです。私のミューズはるかちゃんがいるので、はい、いろいろ聞いてください。お疲れ様です。お疲れ様です。トップスそうなるんですね。そうなんです。かわいい。これすごい形かわいいですよね。中に同色のベアがついてるので透け感とかも気にならず着用していただけるトップスになってます。ちなみにボトムもめちゃくちゃかわいいんですが、ヴィンテージ感ががっつり入っているデニムでして、形も結構太めでワイドなものになってます。私が161センチで1サイズを着用してるんですけど、がっつりヒールと合わせても結構ちゃんと透け感があるので足が長く見えます。リアルバイしたアイテム他にありますか？ベロワのボトム、これの黒をリアルバイしてます。ウエストがゴムでできていて中に紐がついてるので、こちらでウエストの調節ができるタイプになってます。お家でも外で履いてもおしゃれ見え1枚でするアイテムなので、オンオフどちらも療養して使えるかなと思います。クロピさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ファッションチェックをしております。はい、ミースロイの定番のシアリブのニットに冬のコレクションで初めてお作りしたオールインワンになります。ウールのちょっと素毛のマニッシュな素材で作ってて、ここのふんわりしたタックとそこから広がるワイドなシルエットが特徴です。アクセもミースですか？はい、今回ミースロイで初めてジュエリーラインをお作りしてまして、今つけてるのがチェーンのネックレスなんですけど、腕に巻いてブレスレットにすることもできます。なるほど。今回の洋服リアルバイはありますか？はい、こちらのシャギージャケットになります。オーバーサイズすぎないサイジングと、今回はちょっとピークドラペルにしてるのがポイントです。何ですかそれ？ここがピョンって立ってるラペルのことです。最近は暖冬なのでこのぐらいのジャコットぐらいのサイズ感の方が個人的には着やすいかなと思ってて、これを冬はバシバシ着倒しておく予定です。
こんにちは。こんにちは、ファファです。いらっしゃいませ、来ました1枚でミニワンピで着れるやつをチュニックとしてきて、下にあえてラインパンツ合わせました。このデコルテのデザインも可愛いですし、ふわっとしたシルエットもめっちゃ可愛くてこんな感じになってます。ちなみに田村さん、はい、リアルバイありますか？これ今回小物を私一押し中の一押しで、関連のポシェット、リップも入るし、いろいろ入るし、スマホも入るし、これ5色展開やってるんで、私シルバー買いました。あとお洋服で言うと、はい、このアウター買いました。キルティングになってるんですけど、もう羽織った瞬間軽っと思って、これ絶対買うってなりました。ここのステッチが可愛くて、ぬくもり感ある、手作り感ある刺繍にちょっと一目惚れして買っちゃいました。ちょっとこうね、抜いてきたりしても可愛いですし、もともとGジャンの形なんですよ。これGジャンの形をこう言ってキルティングにしてるのが超可愛いなと思って買いました。お疲れ様です。お疲れ様です。トラックジャケットがすごいスポーティーなので、あの下にすごいフェミニン要素の強いティアードのチュールのスカート合わせてみました。色味はちょっと落ち着いてるので、大人フェミニンをイメージしてます。ハットも素敵です。 ありがとうございます。ここにファーファーのマークが入ってまして、ラインストーンになってるので上品さを出してみました。リアルバイを教えてほしいんですが、このファーファーの異素材コンビのトップスなんですけれども、胸元が透けるので少しこう大人めにセクシーに着ていただけるものになってます。ラインもあのぴったりしてるので、フレアのスカートに合わせていただいたりとか、デニムにインしていただいても可愛いと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今期のテーマがレイヤードっていうのがキーワードにあって、セットのものを一部持ってきたのと、このワンピースもセットアイテムの中から一部持ってきたので、チュールのビスチェもレイヤードしてみて、こんな感じで締めてみました。赤を差し色に入れてます。みんなの一押しマルチポーチとね、リップケースと、これ赤が可愛くて、ブラックに赤っていうのがすごい映えるなって思っていて、可愛く含めたのではないでしょうかちなみに他におすすめアイテムありますか？帽子もここにロゴが、結構このラインストーンのファーファーのロゴが入ったアイテム結構あって、帽子がすごい可愛くてお気に入りです。さっきあのお話しさせていただいたこのノルディックレイヤードワンピース、そうなってるんですね。はい、ブラックのワンピースにはこちらのニットがセットになってます。毎年出てるんですけど、今期はこの中のワンピースがドットになってアップデートされたものとなってます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。田村さんと同じワンピースですか？そうなんですよ、かぶっちゃって一目惚れしたワンピースで、グリーンの色味がすごい一発で目を引いたので、このワンピースを主役に今回はコーディネート組んでみました。カチューシャも可愛いですし、ロゴのシリーズをたくさん出させていただいてて、このカチューシャもロゴシリーズのうちの一つですね。リアルバイアイテムを教えてください。それ可愛いと思ってました。可愛いですよね。やっぱり今年のトレンドといえばタンタケなので、ファーファーからもタンタケのニットが出たんですけど、ファーファーらしく配色がとっても可愛いニットで、他の色味もすごい可愛くて、ネイビーの色味とサックスの色にはまさになんかファーファーらしい配色になってて、秋冬らしいちょっとくすんだボルドーの色味にちょっとね明るめの優しいブルーのカラーが配色されてて、トレンド感も味わいつつファーファーらしさも楽しめるニットになってます。お疲れ様です。お疲れ様です。今回はお化粧を着てみました。あのドレスがすごい全体的にチュールで軽やかで、ちょっと女性らしいムードのあるドレスなんですけど、立体的になるように片側がバルーンになっていて、上身はギャザーでボリュームを出しつつ、ネックと袖口にスカラップ状の刺繍を施しているので、なんかよりなんかフェミニンな印象で着れるアイテムになってます。今回の展示会で人気だったアイテムってどれになる？人気だったアイテムですか？クリスマスのムードのあるこちらのニットのカーディガンなんですけど、こうベーシックな形ではあるんですが、このスパンコールで華やかな刺繍を施したものが人気なアイテムになってます。この子がグレーとファーファーらしいブルーの色味をご準備してるんですけど、どれも雰囲気が全く違くて割と着やすいアイテムになってます。
あれ、なんか迫ってきてる、ふざけてる人たち、なんか映り込んでるんですけど、ちょっと待って、お疲れ様です。お疲れ様です。自撮りをしておりました。ホームのエラブコレクションの展示会は、今期は大きなクリスマスツリーが飾られています。メリークリスマス。メリークリスマス。じゃあそんなお二人のファッションチェックいきます。私は今回そのホリデーの時期に入荷するアイテムたちで、ちょっとこういつもよりも女性らしいような感じにしておりまして、ニットがシャギーのニットになってて、ちょっと光沢のある毛足の長いニットになっておりまして、スナイデルホームで毎回人気のニットになってます。今回初めてベストタイプが登場しました。すごいデコルテがすっきりと見えるので、女らしさがあって、軽くてあったかいんですね。ですごい着やすいです。パンツがサテンのパンツなんですけど、スリットが結構深めに入ってて、レースが女らしさ抜群じゃないですか。上品ですね。すごい上品ですよね。形はこうベストとロングパンツで、ちょっとカジュアルさもあるんですけど、素材と柄で女性らしさを出して、甘すぎるのあんまり苦手なんですけど、なんかクリスマス感を出してます。ハルラー。はーい。私の今日の展示会のコーディネートは、先ほど高野さんが着ていたシャギーのニットカーディガンに、高野さんが着ていた同じシリーズのワンピースとパンツになります。お揃いなんですよね。お揃いなんです。ワントーンで合わせてみたんですけども、サテンのワンピースもパンツもレースがあしらっているところがすごくキュートなポイントになっておりまして、冬だけどやっぱサテンが着たくなるっていうのが、まあ、私の一押しのポイントかなって思ってまして、なんかモコモコはたくさん持ってるけど、どうしてもやっぱこうかさばってしまうから、ふわっとしたカーディガンを1枚持って中を足していくっていうのが私の冬のおすすめなので、それに合わせてコーディネートをしてみました。リアルバイを教えてください。これです。かわいい。フリースシリーズでございます。去年がフリースがすごい好調で、今年もいろんなフリースをご用意しようってことで、結構厚手のフリースと薄手のフリース、なんかどちらも2種類選べるようにご用意をしてるんですけども、私は薄めのフリースが好きで、かつこの色を出したいなって思ってます。ツヤ感と光沢感があって滑らかなのが最高ですよね。なんかベロアっぽい感じですよね、ベロアっぽいタッチで。本当に品があって裏地が起毛しててすっごい気持ちいいんですよ。3色で、私は、まあ、お家なのでやっぱこのコントラストがしっかりつくブラックホワイトの組み合わせを買いたいなと思ってます。かわいい。同じこのシリーズで初めてフィッティングのアイテムが登場します。かわいい。かわいいですよね。黒かな。悩みますね。これどっちも行く。どっちも行こうか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 。はい。バッグもすごい悩んでます。バッグ今回これ新型です。新型すごい好評です。マチがちゃんとついててすっぽり入ります。キルティングなのでちょっと自圧なので、そういうパソコンとかかさばるものもね、はい、しっかりと入れることができるので守ってくれる。アームの部分もかけれるので持ち運びもしやすいし、実用性も抜群。これも買いたいんです。これかな。バッグはポーチは、ポーチこれ欲しい。ポーチこれにする。あ、あかわいい。ポーチも買うから。あ、コンプリートですね。すごい。さん、お買い上げありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。またお待ちしております。高野さんは、はい、人気でなおかつリアルバイしたいアイテムが私あるんですけど、最高じゃないですか。最高のやつあります。ニットワンピースつないでるコンボロ大好きなんですけど、はい、これはもうリアルバイ。ケーブル編みになってるんですよ。つないでるホームで人気のクリーミータッチ。ナイロン 100% なのですごい手触りが良くて、しっとりした風合いなのが特徴なんですけど、そのニットをケーブル編みしてるんですよ。なのでちょっと立体的になってて、色は悩んでるんですけど3色あって、冬の白って可愛くないですか。白可愛い。そうなんですよ。なんかこの白着てカーディガンもお揃いであるんですけど、このカーディガン一緒に合わせてもすごい可愛いですし、そうですね。あとでも私が着てるこのシャギの、あ、これもちなみにリアルバイするんですけど、はい、これで合わせても可愛いので、コーディネートしても楽しめますし、1枚でも主役級の可愛さ。確かにこれおすすめです。もう1個あるんですけどいいですか。はい、もちろんです。あのスナイデルホームでセルフケアのシリーズがすごい人気 で、ね、バスソルト、はい、新しい香りが今回登場します。シャインブーケの香りが新しく登場
しました。紫のお花が入っててすごい可愛い。ダマスクローズは引き続き人気のものでありまして、こちらのラベンダーのバージョンが入ってます。あ、いい匂い。いい香りですね。いい、ぜひ届けギフトにもいいですね。そうですね、華やかなデザインなので、はい、値段が2420円なので、ちょうどいい、はい、ちょっとしたプレゼントとかにもちょうどいいですし、もちろんご自分に の購入もちょうどいい金額かなと思います。かわいい、かわいい。素晴らしいギフトボックスシリーズが今期も登場になります。今年はショッパーが登場しました。初登場です。ホリデー限定ショッパーです。こんな感じで入って出すと、うわー、かわいい。特別感がたまらないおリボンも、ちょっとこういうゴールドをいつでも同じようにして統一感を出して、キラキラですごいかわいい、クリスマスが待ち遠しいですね。そうですね。サンタさん来るかな、来るかな。スナイデルホームでした。